テラービジョンは1986年に制作された SF ホラーコメディ映画である。宇宙から来た怪物が家庭用衛星放送アンテナを通して地球へ侵入し、とある一家を恐怖に陥れるという内容の SF ホラーコメディ映画である。藤岡博がアメリカへ進出した SF ソードキルなども手掛けたエンパイアピクチャーズが制作しており、 同制作会社のチャールズ・バンド自身が本作の脚本も手掛けた。全体的に安っぽい低予算ながら怪物や宇宙人など様々な造形物が登場し、癖のある登場人物も相まって様々な面で楽しめる作品となっている。クセモノ家族の主にはファントム・オブ・パラダイスのゲリット・クレアム、その妻にポール・バーテル監督の常連女優、メアリー・ウォロノフ、 そしてその息子には、テレビドラマ、頑固じいさん孫三人などで知られるチャドアレンらが、演じている。また、怪物の声は、フランクウェルカーが担当した。大型の衛星サテライトアンテナを購入したスタン。妻のラクエルや娘のスージーらは、そんなスタンを冷ややかな眼差しで見るが、スタンが、勢いよいと庭先にアンテナを装着していると、突然空からアンテナに向けて、稲妻が走った。 スタンラはその衝撃に驚きながらも、そこまで気には止めていなかったのだが、実はその稲妻は、宇宙から地球に到達したもので、ある星の宇宙人が遺棄した、宇宙怪物が稲妻を通して、一家のテレビに送り込まれていたのだ。そんなこととは、つゆ知らず、アンテナがその衝撃で正常に作動したことから、スタンたちは、チャンネル争いを開始する。やがて夜になり、スタンと、 妻は知り合ったばかりの夫婦とスワッピングに出かけ、娘のスージーも新しくできたボーイフレンドの OD とデートに出かけて、家には息子のシャーマンとその祖父だけが残る。二人はようやくまともに映った衛星放送を見ながらそのまま眠ってしまうのだが、その間にテレビの画面から宇宙怪物が出現。怪物の触手が眠った二人の元へ伸びるが、あわやのところで目を覚まして、 何を逃れたシャーマン。しかし祖父は怪物に食べられてしまった。景色の悪い怪物を目の当たりにしたシャーマンは、様々な方法で助けを求めるが、子供の冗談だと大人たちはシャーマンを取り合わないまま、怪物はどんどんと名簿になっていく。ありがとうございます。